よし、送った。10分後くらいに届くと思います。ということで、私は先ほど AKB の YouTube を見てました。選抜発表とコンサート発表、どっちもめでたい。ありがとうございます。嬉しいお知らせがいっぱいですね。めでたいめでたい。新曲はまだ聴いてないんですよ。曲知らなくて。いや、私も武道館立ったことないんで、めちゃくちゃ楽しみ。行ったことないの、武道館。人生初武道館だから楽しみすぎる。そんなの、皆さんは武道館行ったことありますか？そう、あるの？すごい、人生初武道館です。めちゃんこ楽しみ。書道で行ったことある。逆にすごい逆にすごい楽しみです。暑いな、雨戸閉めると。さすがに冷房つけようかな。いや、全部出るかどうかは私も把握してないので、ちょっと何にも言えないんですけど、まあ発表までお待ちください。でもリクアワとかは出る曲決まってたから、卒業した人とかもいるけど、あれだね、曲は変わらないじゃん、リクアワは。だから楽しみ。リベンジコン、ゆきりんさんのあれもプロデュースもめちゃくちゃ気になる。全部出たいね。さすがに出たいです。詳細お楽しみにって感じですね。選抜も発表されて、発表見てたけど、やっぱ8おおと思って、すごい嬉しくなりました。エイトがいっぱいいた。ね、7人、7人かやっけ。りんちゃんでしょ、ゆいゆい、ひ、おだ、なる、したお、おむし、7人か。10月もね、楽しみなことできましたし、ワクワクですね。3日間あるし、楽しみすぎん。
私じゃんけん大会武道館行ったことあるっけ？あんまり武道館でやった記憶ない。10月ってだって言ってもあと2ヶ月後だもんね。早っ。ね、あっという間じゃん、もうすぐじゃんきっと。ぜひ見に来てください。楽しみに頑張ります。私もかゆ、今日はちょっとおしゃれめなレッスン着で行きました。水色の T シャツに水色のギンガムチェックのズボンで夏を感じて行きました。かわいい。夏って感じ。ね、シナモンっぽいよね。みんなに言われた。今日はサヤリンとお揃いのものを買いました。今日もいっぱい買っちゃったんですよね。じゃーん、マイメロちゃん買っちゃった。サンリオモチベありすぎて、あ、ごめん。マイメロちゃん買った。かわいい。可愛くない？なんかでもさ、見てる感じでみんなとみんな全然お顔が違くて、この子はなんか足のサイズ全然違うし、正規品なはずなのに、まあいっかと思って顔重視で買いました。可愛いでしょ。この辺に置いといたら映ってる、映ってる。あとはなんかなんかこれもね、バスボールなんだけど入れたら光るやつが出てくるんだって。ピンク、レッド、パープル、イエロー。ピンクかパープルがいいな。今日お風呂に入れてイエロー。光るらしい。これが中に入ってるなんかマスコットが光るんだって。でもピーチの香りか、ちょっと微妙な。あとはもう本当にケープとか日用品。ね、お風呂に飾って置いとこうかな。こんばんは。さっき揺れたよね。というか私揺れたと思ってびっくりした。また
地震だと思って。涼しかったっちゃ涼しかったかな今日。いつもよりかでもちょっと暑かったよね。ね、ちょっとだけ。明日はちょっとだけゆっくりだから部屋を掃除します。天気いいかな明日。ちょっと結構お部屋散らかってきてるから。でも昨日窓開けて寝たもん。暑涼しかったから。雨明日。あ、そんなことない。暑くなるんだ。暑くなるの困る。8の日は多分配信はないと思います。私たちも何も言われてないので本当に400人計800人様限定ですね多分だけど。かなと思います。わかんない、ないと思う。サンリオだからね。そう、ねえ、めちゃくちゃプレミアムなコンサートだね。左からなんか自分の投稿送られてきた。髪染めたんだ、かわいいねって。謎に。サヤリンのストーリーかわいい。シナモンとマイメロが出てきた。1166日、あ、こうしたらいいんだ。待って、日曜日って病院あんまりやってないの。明日病院っていうか病院行きたいなって思ったんですけど、これじゃない、これ。
かわいそうじゃない。なんか診察券みたいなのありすぎてさ、これだ。普通はお休み？やってないか。え？これだ。あれ、ウェブ登録したっけ？わかんないにゃん。なんかネット予約でログインしないといけないみたい。やってないわ、諦めた。諦めました。残念ながら。そりゃそう、日曜日だもん。いや、なんか一回診察受けに行って結果聞きに行ってないっていう。4月くらいしかも行ったの。5、6、もう4ヶ月結果聞きに行ってない。あー、行ってないなーと思って今ちょっと。そんなに言ってない、逆になんかね電話とかで教えてくれないかなって思うけど。行けよって感じで。でも多分薬とかいるだろうから行った方がいいんだろうね。逆になんて言いに行ったらいいんだろうって感じ。すいません、4ヶ月忘れてましたって言って。え、結果変わってるとかあるかな。確かになりそう。やだ、知らないけど。なりそう。
まあ近寄っていきます。また再検査するの？お金結構かかったんだけど、まあいいか、また近寄っていきます。ありがとうございます。そうなのよ、自分の体をね自分で管理しないといけないから大事にしたいですね。ストーリー載せよう。これ何？ね、茂木さんがもう本当に素敵すぎて、私も発表されてなんか泣いた。なんか茂木さんと仲良くなってそんな長くないけど、わかんない、勝手に仲いいと思ってるんですけど、なんか茂木さんって本当に素敵な人で、なんだろう、後輩思いでもあるし、なんかよくしようとめちゃくちゃ言ってくださって、チーム K でも。よく話す後輩はゆうなちゃんって言ってましたよ。嘘、私ね直接言おうと思って会えなかったから LINE しようかな。長文打つね。長文っていうか、送りました。いやーでもさ、やっぱね、なんだろう、推しが選抜に入るってすごく嬉しいことだよね。だから私も頑張りたいってずっと思ってるけど、やっぱ人と違うことをまずしていかないと何もね、いろんな人に目につかないだろうから。
努力することは本当に大事です。でも本当に私は努力をしてこない人間だったので、努力するのが苦手だったというか、なんだろう、中学生の時とかってすごい見たい、中学生の時とかってなんだろう、頑張ってる自分が恥ずかしいみたいな、ちょっと中二病みたいなところがあって、それが多分癖ついちゃってるのよ私って。すごいそれは分かる、自分で感じてて。今はそんなことないんだけど、でも最近は結構頑張ってきてるけどね。でもいただいたことを、いただいたお仕事を頑張るっていうことしかできてないからさ、もっとね、いろんなことに挑戦したいなと思うけど。今の書きながら配信しますね。だからどうしたらもっと自分に人気が出るのかとか、いろんな方に気になっていただけるのかってすごく難しいことだなって思うけど、そうだね。でも私も選抜だけが全てじゃないって思ってたけど、やっぱ AKB に入ったからにはね、選抜入りたいっていう目標がねできちゃうのも本音ですね。でも昔よりなんだろう、個人仕事っていうのかな、そういうのが、多少は増えてきたから、そこはやっぱね嬉しいかなって思う。でもそういうのはみんなと一緒に頑張っていきたいなって思います。だからなんだろう、私もいろんなこと挑戦したいし、それこそみんなの SNS とかもすごく力になるからさ、いつもありがとうございます。TikTok とかって今すごくね、発信源だなって思う。まあ頑張ってる子はね、もっと他にもきっといるだろうから難しいですけど、やっぱ SNS とかも結構まめにやっていかないと。今結構インスタ毎日投稿とかしてる、なんだろうね、インスタ、確かに今の子はなんか友達とかは同世代とかもあんまりツイッターやってるイメージがない。知らないけどツイッター消したってことが結構多いので、
うん、インスタ TikTok って感じかな今の時代は。やっぱ時代に沿ってやっていかないとって感じだから TikTok とかも結構やるようになってるんですけど。TikTok 載せよっかな今日の。あと YouTube だね。 YouTube やりたいって思うんだけど、私は一人ではなんかやりたいって思わないから誰かとやりたいな。でも編集ね、パソコン欲しいの。なんか謎にタイピングしたい、タイピングしたいの。パソコン欲しい。どれ載せよう TikTok。 これかな。いや、さゆちゃん持ってる iPad ね。私さ、キーボード結構前に買ったって言ったよ。なんか使えなくなったんですけど、キーボード欲しい。キーボードとアップルペンシン死ぬアップルペンシルねアップルペンシルが欲しい。え、なんかさ、あ、間違えた。あ、 iPad、 私、あ、なんだっけ、私 iPad Air だっけ。 iPad、 え、アップアップルでその iPad につなげれるタッチペンじゃない、あのキーボードって売ってるの。もう物欲やばいな。アイパッドイヤーだっけ。言ってるんだ。じゃあ、あ、もうちょっと、うん、落ち着いたら。キーボードとアップルペンシルだな。でもちゃんとなんか押し心地がいいやつがいい。押し心地がいいやつ。タイピングの練習したいと思った。なんか文章とか打ちたい。でも確かにパソコン、アップルペンシル安くなっちゃった。TikTok 載せるね。携帯のタイピングは早いけどパソコンのタイピングは遅い。
いやなんかね、今持ってるキーボードも繋がんなくなっちゃった、謎に。あと気に入らないが、気に入らないのが、買おうと思って通販で見たらなんか想像と違う色が届いた。わかる？たまに失敗する。キョウカちゃんかわいい。ネギちゃんもかわいい。乗せた。でも私はアップルに行った。アップルに行ってキーボードめちゃくちゃ打ちやすいやんって感動したの。全てにありがとう。寄せたよ。でもね、やっぱ毎日載せるとバズらん気がする。知らんけど、フォロワー少ないから。フォロワー増えんかね。じゃあ みんなに TikTok がバズるように必ずいいねとリンクをコピーをたくさん押してください。なんかリンクコピーたくさん押してくれるとおすすめに、いろんな人のおすすめに出る確率が増えるらしい。なんかリンクコピーを繰り返してください。じゃあこれはみんなから、みんなにお願い知るお願いした。かわいいフェスティバル、バイバイしましょう。かわいいフェスティバル。言ってください。じゃあ私が TikTok、 私の TikTok をバズらせよう期間。お願いします。でも単純にリンクコピーするだけでいいから、別にどっかに貼るとかじゃなくて、リンクコピーを永遠にやってくれると。間違えた、ここめっちゃ間違えてる。そうだから別にリンクをどっかに貼らなくてもいいんだけど、コピーするだけでいいらしい。すごくない？逆にそんなのありなんだって感じだよね。そんなのありなんだ。これ話しながら書いてると書き間違える。
え、そう、今日さ、ケセランパサランさ見たの、飛んでた、初めて見たケセランパサラン。知ってる？みんな、お母さん知らなかったケセランパサランのこと。そう、永遠にだから TikTok 見たらリンクコピー10回くらいしてください。ただ10人もいなくて寂しいけど、100になるから。やった、お願いします。おーちばい、有言実行。いやだってやだもん、今月でなくなるのになんか飲まないってなんかできない。やれよやれよって感じ。ホイップいらない、本当にほうじ茶だけでいい、もうほうじ茶だけでいい。おいっぷいに美味しい。じゃあ近いうち飲んでみる。タリーズのほうじ茶リスタはね、甘すぎる。ほうじ茶チョコリスタだから、ありゃ甘いわ。ねえ、TikTok も、TikTok じゃないわ。もう、コメント欄に影響される。毎日あれでいいのに。毎日、違う。レギュラー化すればいいのに。って思っちゃう。思っちゃうわ。いや、だからスタバとかでも本とかも読みたいし、なんならタイピングとかも練習したいし、スタバで練習するなって感じだけど、アップルペンシルとか持ってみたいもん。だから絶対揃える、見た目からね。見た目から入る人だから。Twitter 見てる今、いろんなね、思いがね。
衣装かわいい。これツイートしないとな。よし、じゃあそろそろ終わります。今日も見てくださってありがとうございました。明日は、夜だとちょっと遅くなっちゃうんで、昼間か夕方くらいに配信します。13位香港のケーキアットマーク、7レンジアットマークナトリドンさん、12位アディウィジャーヤさん、11位タスクさん、10位クロケンさん、9位ペロペロチーノさん、8位シンクツアットマークナトリドンさん、7位ヤスさん、6位清水さん、5位ケセなんとか2個くっついて飛んでたの見ました YK さん、4位 TK トンガラットマークタイさん、3位ロロさん、2位ユウキさん、1位イナジアットマーク生涯応援するよさんです。ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。